おかげで旦那の帰りも早くなる。よく見てってよ。玉ねぎの薄切りオニオンスライスは美容と健康にこれ美しくなる。3日でクレオパトラで1週間で清川に事故ってぐらい。どんどん食べさせてあげてよ。おい青年、そこでオンリーロンリーしてる青年だよ。あんたみたいな不健康な人にもおすすめだから、ちょっとこっち、ちょっと見てて、ちょっと見てってよ。さあどうこの切れ味、薄切り、おろし、いちょう切りと何でもできちゃう優れもんだ。切り口にも注目。見てこれで値段が3800円って言うんだから驚きだ。ここまで使える野菜の調理器、あとは勇気と努力と決断力。どうだ青年。すごいです。けど使わないかなって。だったら親にあげればいいじゃない。喜ばれるよ。いやでもゲームを買うお金が。ゲームやりすぎて体調不良、それで迷惑かけて親不孝。どっちを選ぶかは青年の自由だ。さあどうする。この世にはびこる悪の病、私の治療を受けなさい。見ました。今の松永さんよだれ垂れ流しですぞ。17話目にしてみんな初のパンチだ。そしてあの絶妙なチラリズム。私は制作サイドの内容に絶望と限界を感じています。録画ちゃんとできてるかな。内容主さをエロでフォローなど言語道断。川戻し友達います。その言葉のしつけてお返しします。すいません遅れちゃって。山梨遅いです。どうしました。いろいろありまして。今日はどんな悪の誘惑に屈したのですか。スライサーに新機種のヒゲ剃り、それと自主制作 CD、 あとこれは。すごいよね、うちの会長。普通還暦パーティーなんて言ったらさ、見せつけたいんですよきっと。してもみんな気合い入れすぎじゃねえ。ゆうこさんこそひときわ目立ってますよ。そう仕上が。おいあんたね、ちょっと若いからって、ね、あ、イケメン。え、どこ。女は経験だってとこ見せてあげる。あ、沙織はどっかで男の注目でも浴びてんじゃないの。あ、どうしよう、ごめんなさい。来る。メス、Would you like to have a drink? Thank you. じゃあね、かりんちゃんは夜寝るときはどんな格好で寝てるんですか？かりんはパジャマで寝てます。うん、パジャマ。うん、何色のパジャマですか？最近ピンク買ったんですよ。お、ピンクのパジャマ。想像してください、想像してください。何やってるんですか。お察しの通り即帰です。お風呂ではどこから洗いますか。え、答えてください。どこから洗うんですか。カリンは首から洗います。何やってるんですか。あ、やっぱみんなの声はみんなで聞かないと。わかりました、OK。さあそれでは皆さんお待たせいたしました。まもなく撮影タイムに移らせていただきます。それでは行きましょう。1分間撮影タイム、スタート。こっちお願いします。カリンちゃんの笑顔、1分間撮影タイムです。お願いします。はい、こっち来てください。カリンちゃん、足首を、足首を、はい、カリンちゃん、笑顔を撮りましょうね。みんな足首を、笑顔を撮りましょう。足首を。お客さん、着席ですよ、着席でお願いしますよ。あ、いや、ちゃんと座ってますけど。え、ギリギリ足首をみたいな。カリンちゃんは笑顔を撮りましたね。
したの？どうして満面の笑み？もしかして私の存在気づいてた？ううん、ずっと織姫と彦星の再会を想像してたからその天然ぶりが可愛いんだよね。本当憎たらしい。撮影タイムが1分ずつなんて1分半はいただきたかった。30秒でそんなに違うもんですか？あ、もう全然違います。1分半あれば被写体の目線が二回りが来ますから、狙ったポーズがゲットしやすいんです。なるほど。ご主人様、もしよかったら帰っていただけませんか？そうか、もうすぐ七夕でございます。皆様の願いを少しでも叶えられるように、これからも精進していく次第であります。どうしたの？七夕って何？七夕っていうのはね、織姫と彦星っていう恋人同士が散々けなし合って殴り合ってからロボットで決着つけるんですけど、心の中では愛し合っていたの。だから天の川で再会した時は完膚なきまでに叩きのめすんです。それこそメッタメタのギッタギタに、最後は改良型のロケットパンチが炸裂しておさらばです。いい話だね。だね。それでは私から心ばかりのプレゼントがございます。どうぞデッキの方へご移動ください。お姉ちゃん、そうだな、きっとミーナの映画化でしょう。それっきゃない。無理無理無理、もっとリアリティあふれる願いをかかれば。そういう川本氏はミーナの続編好きなんじゃないですか。ミーナ、私個人としてはというよりも、あのミーナ元に武田カニマンの願いを。私の願いは、僕は会社の移動願いを。それ短冊に書くことじゃないですよね。まあそうなんですけど。それでは皆様、カウントダウンのコールをご一緒にお願いします。10 9 8 7 6。僕にとっては切実な問題なんですよ。このままずっと向いてない営業なんて。夏ですね。当たり前ですよ、7月なんですから。
この放送は AGF ノエビアグループ三菱モータース大正製薬ライオン KDDI の提供でお送りします。基本的に足首萌えなんですよ私。ミーナのあのくるぶしなんて想像しただけで。ああしなくて結構、ミーナでしたら僕は断然リオ派ですから。川本氏は本当にメガネ萌えですな。で山田氏は、僕はミーナのプルンとした唇が。昨日のロボット体制見ました。もちろん椿隊員がコックピットを。僕もあのシーンはとても。じゃあ明日ね。うん、おやすみ。おやすみ。時間調整のためしばらくお待ちください。拾わなくていいから。でも触らないでっつってんの。はい。何？この腕あなたのです。どうぞ。あ、何混ぜるよ。
何携帯鳴らすんだよ。いや、別に俺が鳴らす。なんでこと言ってんじゃねえよ。リトビリッチ早いジェットコースターどこにあるんでしょう。すいません、すいません。知らねえこれ、富士急のこれケロッパだ、ケロッパ。どうだ、またつんだ。なんだよ、誰だからったのこれ。そこのお宅、お前か。え、タバコ吸う人間はよ、お前よ、今や片身の生命を増してんだよ、こら。わかってんのか。俺はイラついてんだ、そこにやろ。俺はな、悪いとこは悪いけど、タバコ吸っちゃうよ。最後までタバコは吸うからな。そうだったか、どの。てめえら、こら。俺の口に入ってやがったな、こら。いや、何も言ってない。洗濯機に乾燥機が敷いたからってよ。外でチャラチャラするでんじゃねえよ、お前ら。何でも金で解決できると思うよ、おら。うん、うん、姉ちゃん。かわいいね、おい、姉ちゃんよ。姉ちゃんよ。姉ちゃんよ。俺にペッティングしてくれよ。ペッティング、いや、ここで嫌だったらよ、駅前のペッティングセンターでも行くか。え、いいだろ。いや、いいだろ、いいだろ。いや、なあ、いいじゃねえかよ。いや、やめてください。やめてくださいってまだ何もしてないじゃない。あ、姉ちゃん、あれか、俺のあれが小さいと思ってんだな。冗談じゃねえぞ、お前。こんなやつも結構、お前すごいよ。してやる、ほら。やめろよ。えぇ、なんだよ。やめろって言ってるやろ。なんだと、このガキ。彼女が嫌がってきてるじゃないか。何言ってんだよ、これ。てめえ、調子いいんだよ、これ。なんで、なんで。やめろ、ほら。赤座のくせしやろって、いい気なんじゃねえぞ。とてもないですよ、いとしさん。話せ、こんなの。まだね、わかった。酒飲んでちょっと酔っただけだからさ。この人が騒ぎ、ええ、ちょっと行きましょう。立てろ。一人で立てろって。これすぎですよ。大丈夫ですか、鼻血。悪いよ、俺。それで私らのとこ来たんだけど、まあしつっぽくてね、もう乾燥機がどうだろ、ペッティングがどうだろ。あれ、これはまだあの酔っ払いの言ったことよ。私がそんな話したんだ。何言ってんだよ、あんた。いまだに亭主の食事に水力剤混ぜてるんだぞ。さっきはありがとね。いえ。そうだ、よかったら住所教えてくれない？お礼させて。そんなのは本当に結構ですから。こっちの気が済まないのよね。私も教えてもらっていいですか。お願いします。はい、すいません。いえ。先からでも分かる、その究極に出されたファッション、やめてくれる？もう存在が近所迷惑なの。うわ。
ごいムカつく。使って。いいの？あの母さん同窓会で遅くなるって。あ、もうほんかムカつく。住所聞かれちゃった。よし、はじめまして。いつも見ているばかりの俺だけど、今日は報告があるんで書き込むことにしました。今日秋葉のイベントに行った帰り、電車で酔っ払いのじいさんが周りの客に絡んできた。さすがにまずいと思って勇気を振り絞ってちょっと叫んだ。やめろって。きっと声震えてた。俺喧嘩とかしたことなかったし。結局騒ぎに気づいたリーマンが助けに来てくれた。かっこいいよリーマン。かっこ悪いよ俺。その後何か書類を書くことになって交番へ行くことになった。おばさんに住所を書くと若い女性も住所を聞いてきた。正直パニクった。酔っ払いに会う前から綺麗な人だなって思ってたから。なんで出てこねえんだよ。さっさと顔見せねえと朝増やすぞ。後で気づいたんだが、なんで俺そこで相手の連絡先聞かなかったんだ。俺女性に感謝されたの初めてだから焦っちまったよ。住所を教えたならきっとお礼があると思う。おち、酔っ払いに立ち向かうなんて偉いじゃん。女のアドレス帳に載れただけの話だろ。若い女性のスペックは？多分25歳くらい。俺より年上な感じ。長めの黒髪、体型は細身、色白で華やかな雰囲気の綺麗なお姉さんでした。尊厳な女性と喋れただけでも毒男には羨ましいわ。俺たちとは住む世界が違う女だ。俺は無理だな。地味に終わることを期待するよ。これからの展開が楽しみ。一晩経ったらお礼なんて忘れてるよ。勇気ある行動に拍手。新しい報告待つ。お礼お礼。住所おば聞いたのは建前。期待してバカを見るぞな。もしお礼か。ない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 、期待しちゃダメだ。はあ、水もできなかった。津田沼、直市、市川、出恋は錦糸町、馬喰町、新本橋、東京巡停車いたします。右よし、左よし。あ、長老セン、ごめんごめん。あいよ、ごめんな。ここの扉が開かないんだよ。ああ、これはね、牢屋の鍵じゃ開かないんだよ。光の塔に黄金の鍵っていうのがあると思うから一回戻った方がいいよ。サンキュー。稲城、津田沼、稲橋、市川、新小岩、錦糸町、馬喰町、新沙織。おお、ね、昨日さ、すっごい変な夢見ちゃって。沙織さん、歌ってるの。
ちは人材派遣の会社だぞ。派遣スタッフ余らせてどうすんだよ。山田。は、はい。寝不足になるぐらい会社回ってくれたんだな。え、だったら成果を聞かせてくれ。先週は新規ゼロ。現状維持です。君の現状維持というのは辞めた担当の引き継ぎ一件だけじゃねえか。すみません、何の成果もないくせに懲戒出てんじゃねえよ。さっさと会社回り行ってこい。今ですか？早く行ってこい。は、はいはい。次田中。堺商事システム開発部2人契約もらいました。マーベラスマーベラ。田中チューしてやるな。後でチューしてやる。うん、これ美味しい。そっか、沙織、あとでチークブラシ買うの付き合ってくんない？うん、いいけど。実はさ、昨日すごい痛い男に会っちゃって。でもさ、本人目の前にして捨てることないじゃないの。いやいや、優子さんだったらそいつに投げつけるぐらいはしてましたって。だって筆先にホコリやカビついた菓子がついてるんですよ。どうしてそんな短時間で吹け込むんだよ、ボラシーみたいな。それはまさにオタクマジック。ちょっとハトに餌あげないでくれる？すいません。けどさ、中にはそういうオタクを好きになる子もいるんじゃない？こう母性本能をくすぐられるとかでさ。ありえないですよね、沙織。ん、私は好きだけど。いや、だからこのランチ。ああ、ランチね。焦った。あ、すいません、先ほどは電話でどうも。で、私どものスタッフが何か問題を起こしたとか。いや、問題っていうか、まあ問題だよな。何かミスを？いや、そうじゃなくてね、実はさ、お宅の女性スタッフがうちの人事部長と関係を持ったっていう噂が流れてるんだよね。関係？まあ要するに食っちゃったんだよ。ああ、食っちゃったんですか。でね、他の女性社員の手前、ちょっとその真意を確かめてもらえないかなと。食っちゃったかどうか、よろしく頼むよ。で、話って何？仕事戻んなきゃなんないんだけど。はあ、その、陣鴨さん、ここの人事部長食っちゃったんですか？はあ？え？他にもっと聞き方あるんでしょ？いや、他には思いつかなかったんで。単に部長と寝たのかって聞けばいいじゃん。え、部長と寝ちゃったんですか？理解してなかったんだ。すいません。言っとくけど寝てないよ。え、そうなんですか？だけどもうここにはいらんない。どうしてですか？当然でしょ。そんな噂立てられてこれまで通りに仕事できると思う？担当のあんたがフォローしとくもんでしょ。すいません、私ここ辞めるから次の派遣先用意しといて。よろしく。え、ん、なんかいいことないかな。住所を教えたならきっとお礼があると思う。あのさ、荷物届いてなかった？お、部屋に置いてあるよ。え？女性からだったよ。女性？嘘やろ、おい。すげえじゃん。早く次来い。
送り主はおばさんからです。同封されていた手紙の内容で分かりました。なんだよ、期待させやがって。最後に女性一同と書かれていたので、この一件は終わりってことですかね。はい、ゲームオーバー。若い女性からお礼が来る確率 0%。 若いのは無理だが、おばちゃんはお前に気があるぞ。オツ、全部夢やったんやわや。早く現実に戻れや。そうですね、バカみたいに浮かれてた。助ける、女性に感謝される、お礼がある、付き合える。うまー、おかげで目が覚めた。確かにこれ以上の展開は厳しいと思う。しかし昨日のお前は間違いなくすごかった。お前は確実に一歩前進した。俺も勇気もらったよ。みんな、たった今23歳になった。いい夢見させてもらったよ。そしてまた何もない日々が始まる。喜んでもらおうと思ってさ。誕生日ケーキ、みんなありがとう。やばい、もうこんな時間だ。ったく、はいはい、もう母さんはいつったら起きるんだろう。どうした。あ、いや、そのケーキは、ああ、葵と修也君がな、付き合って今日で1周年なんだよ。だから父さん張り切ったんだ。私が家出る前下に降りてこないって言ってるでしょ。ひどい。ヤマリン。はい。この書類さ、今日中にフューチャーソフト持ってけな。新しい派遣の履歴書だな。ああ、お前さ、俺にケツ吹かせんなよ、こら。すいません。ついでにな、今日付で辞めるジンカマミスズにこの書類渡せ。お前さ、なあ、もっとお前ビシッとしろよ。お前の体なんかお前いくらだっていいんだぞ。お前なあ、もっとお前しっかりお前やれ。どうしたの。風船取ってあげようか。反対。
ありがとうございます。どうぞ。マスター、何だけ待ったと思ってんの。すいません、これ何これ、これじゃ使い物になんないでしょ。ほんと最悪、こんな書類一つ持ってくることできないなんて。あんた生きてる価値ないんじゃないの。黙って聞いてれば許されるとも思ってるわけ。どういう神経してんだか。悔しかったら文句の一つでも言ったらどうなのよ。ちょっと何泣いてんの。せっかくの誕生日なのに。知らないわよそんなの。ビシッとしろよ。お前の代わりなんかお前いくらっていいんだぞ。お前、あんた生きてる価値ないんじゃないの。ここまでの放送は AGF ノエビアグループ、三菱モータース、大正製薬、ライオン、KDDI の提供でお送りしました。
先日はどうもありがとうございました。電車内でのあなたの勇気にはとても感動しました。お怪我の方は大丈夫でしたか？品と手紙が届きました。これはどうすれば？お礼の品来た。奇跡だ。焦るな、深呼吸しろ。私がアドバイスしてあげたら。詳細希望の品は2組のティーカップ、可愛らしいフート&ビーセン&チですよ。なんかいい匂いがしてきた。あ、ダメだ、なんか顔が熱くなってる。落ち着け俺。落ち着け、匂いは錯覚だ。手紙の文面から脈ありかどうか分かるか？あなたの勇気にはとても感動させられましたとは書いてあるけど。話がうますぎねえか。ついに妄想話に突入。その一文じゃ微妙だな。宅急便ってことは電話番号もゲッツ？携帯電話だ。伝票に携帯番号が。家じゃなくて携帯。とりあえず電話してみたら。みんな真に受けるなって。かけろ。無理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 。ちょっと待って、落ち着こう。電話は無理だ。ダメだ、女の人になんか電話かけられん。番号を連打。繋がったら考えろ。とりあえず携帯持て。やっぱ無理ぽ。人間そんな簡単に変われないよ。いきなり電話じゃなくてもいいんじゃない？だったら手紙は？激しく同意、熱意が伝わる。時間も遅いし、せめて明日にする。電話は絶対引く。自分は女ですが電話来ても引かないよ。むしろ無事に届いてよかったと思うし、律儀な人だと思う。今日遅いので明日は。アホか、思い立ったら吉日やぞ。前のスペックはアドバイスしてやる。普通のアニオタ兼モーターの秋葉ちゃんです。年齢23イコール彼女いない歴、年収300〜400、家柄普通、車なし、ルックスモロ秋葉ちゃん。心配するな、みんなお前と大して変わらん。お礼の電話だと考えれば。悪い印象は絶対にないと思うよ。携帯片手にしてるがダイヤルできないよ。あの時の勇気以上ですよ。これは手はビシビシするし、顔は熱いし、心臓はバクバクだし。もうネタとかじゃなくてマジで協力する。チキショー、俺までドキドキしてきた。私も。みんな最初は手が震えるもんや。俺もそうやった。騙されるな、ネタだってこんなの。アンチは消えな。俺は応援するぞ。一つだけ言っておく。
相手の女性は一人だが、お前にはみんながついている。そういうことだ。お前らの優しさと自分の情けなさで俺変わりたい。次に繋がる可能性が低い。カップ2個は絶対に誘ってやるって。いや普通ついんでしょ。ちなみにカップってどこのブランドかわかる？ヘルメス、ハメス、どっちだ。カップには HERMES って書いてあるけど、どこの食器メーカーだろう。エルメスかよ。エルメス来た。燃料来た。エルメスって読むんだよ。エルメス。ダラーが乗ってるのじゃないぞ。おいおい、エルメスかよ。金持ちだな彼女は。エルメスってあのバッグのエルメス、ブランドものじゃ震えが止まらない。エルメス、感謝だけじゃエルメスはありえないと思う。一気にヒートアップして参りました。電話しろ電話しろ電話しろ。手紙にすべし。電話じゃうまく喋れんだろ。絶対かけろ。絶対やめろ。心から感謝してる証拠だよ。電話してあげて。電話かけながら相談すれば。スタンバっておくよ。23時以降はカップルタイムだと書いて鬱になる。覚悟を決めて電話しろ。もう時間切れだ無礼者。お前には失うものなど何もないだろう。どうしよう。
から電話します。ちゃんと考えてる？結婚だろ？心配しなくても考えてるよ。鳴ってるよ。ないっつってんだよ。恋愛するなとは言わないけど。そんなじゃないって。おめかししていきますけど笑わないでくださいね。じゃあ私もおめかししていきます。